皆さんこんにちは。聖戦女子大学の動画をご覧いただきありがとうございます。この動画では日本語日本文学科をご紹介します。担当は藤井由紀子准教授です。後半は学生さんとの対談となっておりますので、ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。この動画では日本語日本文学科の学科紹介をしていきます。説明を担当するのは日本語日本文学科教員の藤井由紀子です。どうぞよろしくお願いします。では早速始めていきましょう。最初に日本語日本文学科では何を学ぶのかについて説明します。当然のことながら学科名の通り日本語と日本文学を学ぶ学科なのですが、本学科では3つの分野をバランスよく学んでもらうことを目指しています。3つの分野とは、日本語学、日本古典文学、日本近代文学です。それぞれどのようなことを学ぶのか具体的に見ていきましょう。まず日本語学。私たちが普段何気なく使っている日本語を改めて見つめ直して考察してみようという学問です。文法だけをやるわけではありません。例えば日本語が古い時代から現代に至るまでどのように変化してきたのかを歴史的に考える日本語史学や、日本各地の言葉について考える方言学など、さまざまな角度から日本語に切り込むことができます。街中の看板に書かれている言葉とか、ツイッターで使われる言葉なども研究対象になるんですよ。高校までの国語では触れることの少ない学問分野ですが、小野伸二先生、田和真紀子先生というお二人の先生が分かりやすく基礎から教えてくださいます。ちなみに今野先生はクイズ番組の出題者としてテレビで見たことあるという人もいるかもしれませんね。有名人です。次に日本古典文学。奈良時代から江戸時代までに成立した作品をまとめて古典文学と言っていますが、あまりにも時間的に長いので時代ごとに4人の教員が担当しています。上代文学は中谷健太郎先生、中古文学は私、藤井、中世文学は姫野厚子先生、近世文学は佐伯隆博先生です。高校の時、古典苦手だっていう人多いですよね。できればやりたくないなと思っている人もいるかもしれません。でも、高校までの教科書に載っている古典は、たくさんある古典作品の中のほんの一握り。しかも本当に面白い部分は教育的配慮から使われていなかったりするのです。長い年月を生き残ってきた傑作はどれもとても面白いです。それを自分なりに解釈していくというのはきっとワクワクする経験となるはずです。最後に日本近代文学。明治時代以降に成立した文学を指します。明治、大正、昭和の文学だけではなく、平成から令和という現代の文学についても学ぶことができます。新しい文学作品は日々生まれ続けているわけなので、対象となる作品は無限です。これまで誰も論じたことのなかった作品を私が初めて論じるなんていう経験ができるのもこの分野の醍醐味かもしれません。藤沢秀行先生は必修の授業で文学史の知識をしっかり叩き込んでくださいます。鈴木直子先生には女子大生にぜひ学んでほしいジェンダーという概念を文学を通して教えてもらうことができますよ。以上、教員紹介を兼ねて
3つの分野の説明をしてきました。日本語日本文学科の教員はみんな個性的ですので、興味がある人は大学ホームページの教員紹介のコーナーもぜひ覗いてみてください。それにしても3つの分野すべてを学ぶとすれば、かなり勉強しなきゃいけないんだなと思った人もいると思います。はい、その通りです。勉強はちゃんとしてもらいます。でも大丈夫です。無理なく学べるようなステップを私たちは用意しています。大学4年間の学びは登山のようなものです。最終目的としてほしいのは、4年生の時に書き上げる卒業論文です。これは必ず全員に書いてもらいます。書かないと卒業できません。1万6000字以上。原稿用紙で言えば50枚分の論文を書いてもらうのですが、そんなの無理と思った人。その反応は当然です。高校生の時にすらすらこの分量が書けるのであれば、大学はいりませんからね。この卒業論文という山の頂上に向けて、1年生の時から4年間かけて少しずつトレーニングを積み重ねていくことができるように、本学科のカリキュラムは構成されています。まず1年生の時には3分野の入門演習という授業を履修して、それぞれの分野の基礎を学びます。ここでそれぞれの学問の面白さに気づく人も多いのです。古典をやりたいと思っていたのに日本語学にはまってしまったとか、近代文学にしか興味がなかったのに古典の魅力が初めてわかったとか、意外な気づきがあるようですよ。そして2年生の時には関心のあるいくつかの分野の基礎演習という授業を履修します。ここで行うのは、自分で問いを立て、自分で調べ、自分で答えを見つけるという作業。高校までの学びとは異なる、正解のない学びへと足を踏み入れていきます。そのような作業を通して、きっと私はこの分野がやりたいという方向性が見えてくるはずです。3年生の時の演習では、卒業論文で取り組みたい分野に絞って、より専門的な考察ができるように練習します。こうやって1段ずつ階段を上って、4年生の時に自分だけの卒業論文を完成させるということになるわけです。以上のような4年間の学びによって、パソコンを用いた情報検索のテクニック、論理的な思考能力、他者を説得できる文章力が自然と身につくことになります。これらの力は卒業論文を書くためだけのものではなく、社会に出てからも非常に役立つものです。文学や語学を学ぶことで得られる豊かな教養も、皆さんの人生にとってはとても大切なもの。ただ、それだけではなく、現代社会で生きるための実践的な力もしっかり養うことができるんだと考えてくださいね。日本語に本文学科、世間離れしたことだけをやっているわけではないんですよ。最後に、本学科でしか学べないことについて説明しておきます。他大学にはあまり見られない本学科独自の授業を紹介しますね。まず、1年生の時に全員が履修することになる初級崩し字解読演習。これは写真にあるような崩し字と呼ばれる文字を読む練習をする授業です。これ、練習すれば誰でも読めるようになるんですよ。自分で読めるから美術館に行くのが楽しくなったと学生に毎年大好評の授業です。2年生の時には源氏物語という授業が必修になります。
文字通り源氏物語を学ぶ授業なのですが、もちろん源氏物語は他大学でも学べます。ただ源氏物語だけの授業を必修で置いている大学は珍しいんです。これは本学科創設以来の伝統、先輩たちもみんな源氏物語を学んできたのです。世界に誇る日本古典文学の代表作品をしっかり理解することは、グローバル社会の中での日本文学を考える上でもとても重要なことです。留学生もよく受講してくれる授業です。また本学科では学問を教室の中で終わらせないように、本物に触れることを重視しています。自分で美術館や博物館に赴き、それをポイント化して単位を取得する日本文学特別演習や、1,2 年生の時に全員で歌舞伎や文楽を見に行く芸能鑑賞会も実施しています。残念ながら今年度は新型コロナウイルスの影響で見合わせなければならない行事が多くなっていますが、代わりの手段なども考えながら早く再開できるように検討しているところです。はい、それではここからは、在校生2人をお招きして話をしたいと思いますけれども、今までずっと音声だけで解説してました。一応もう一回自己紹介しておくと、私が、教員の藤井由紀子です。私のゼミの、4年生、さっきの説明で言うと、もう頂上に登りかけのね、もうすぐ頂上っていう4年生2人に、来てもらいましたので、まず自己紹介をお願いします。じゃあ梅村さんから。あ、はい、清泉女子大学の日本語日本文学科の藤井先生のゼミに所属している梅村真希です。卒業論文では堤中納言物語という短編物語の中の虫めずるひねぎにという昆虫が大好きなお姫様のお話を研究しています。よろしくお願いします。梅村さん、ぽやっとしてる感じですけど、ぽやっとしてて失礼だな。おっとりしてる感じですけれども、ゼミ長をね、務めてくれてて、とてもしっかりしている、学生さんです。じゃあ、木村さん、お願いします。はい、同じく藤井先生のゼミに所属しております、木村優香と申します。卒業論文では、夜の寝覚めという高校生とかだとあまり取り扱わない平安後期の文学を取り扱っています。なんだろう、なんかとにかくちょっと取り扱っているのがなんかあれだって思うくらいちょっとうつうつとした内容なんですけれども、非常に楽しく取り扱っています。よろしくお願いします。はい、木村さんもすごく真面目にね、今卒論頑張ってくれてるんだけれども、実は去年1年間私、大学のお仕事を休みしてもらって、させてもらって海外に行っていて、留守にしていたんですね。で、戻ってきたら木村さんが意外と進んでなくて、作業が。何をやってたんだって言ったら、鬼の犬間に羽を伸ばしすぎましたって。誰が鬼やねんっていうね。そんな風に学生と教員の距離が近いのもね、先生のいいところですけど、指導教員に向かって鬼っていうっていうね、素晴らしい学生です。さあ、というわけで2人にね、高校生に向けていろいろメッセージを、いただきたいなと思ってるんですが、まず先生の日文に入ってよかったと思うところ、どっちからいきます？梅村さん、どうですか？良かったと思うところですか？うん、木村さんからで。じゃあ木村さんから。いや、なんか、なんだろう、その勉強的になんかすごいこれを取り扱って良かったみたいなのを得られるのは4年生とか3年生ぐらいになってくるのかなとは思うんですけど、その友人関係だったりとか、今みたいにこう教授と仲良くできたりとか、なんかそのこの大学で良かったなって思えることを見つけやすいなっていうのがすごいいいところだなっていうふうに
思ってます。うん、自分はこう割とこうなんかこうなんだろうな、女子同士のドロドロしたのとかあんまりないよね。いやもう全然ないです。なんか本当になんか私はあの今までずっと共学で女子大初めてだったんですけど、なんか想像してたのと全然違くて、なんか高校の女子校の人たちって結構なんかこうなんだろう、なんかちょっと男勝りみたいな感じで聞いてたけど、そんなにすごいそういう風潮があるわけでもないし、なんか本当に過ごしやすい、なんか女子だけって最高って思えるようないやそうなのよね、居心地が良すぎてなんか私も平成に着任して今年で11年ですけど、なんかもうあまりにも居心地が良すぎて、学生がみんな真面目だしいい子ばっかりだし、なんかもう共学位で教えられない気がしているぐらい男子がいる世界が想像できないぐらい居心地はいいですよね、いい子が多いですね、はい、うん、梅村さんどうですか、入ってよかったなって思うとこ。そもそも先生に入った理由が女子大だからっていうのもあって、うんうんうん、女子学校からずっと女子校にしか行ったことがないので、そういうわけで女子大に行きたいなっていうところから大学を探し始めたんですけど、もともと日本文学がやりたいって強く思っていたわけではなくて、そこそこの興味で入ったんですけど、先生たちの授業もすごい練られてるし面白くて、なんか入ってからどんどん興味が増したような気がしていて、それは先生に入ってよかったなって思う部分ではあります。まあなんか教員としてはとても嬉しいことを言っていただきまして、どんな授業が面白かったですか。特に私そもそもは古典にしか興味がなかったんですよ。だから日本語学と近代には興味がないって言ったらちょっとあれですけど、興味なかったんですけど、そのさっきも説明に出てきた藤沢先生の近代文学授業もすごく面白かったですし、多和先生の日本語学の授業もすごい面白くて、最終的に卒論で 何しようって悩んじゃうめちゃめちゃ楽しかったです。ああそうだよね、うん、だから2年生の時にも概論っていう授業を全分野でやるので、うんね、1年生と2年生で3つの分野あらかたやるので、そこでそれぞれの面白さが分かるっていうのもね、うん、すごい面白いところだと思います。今藤沢先生の、ね、授業の話とか出ましたけど、結構こう単位取るの大変だったりっていう噂を聞きますけれども勉強まあそれに限らず勉強は大変ですか。うん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 、皆さんすごい頷いてますけど、どんな風に大変でしょういやもう本当にやることが多いというか、なんか、まあ、無駄な課題は一つもないので、なんかそうなんかすごい作業しないなんかなんて言うんだろう、作業だけの課題みたいなのはないんですけど、なんか本当に1週間のうち何時間勉強してるんだろうっていうくらいすごい勉強してて、本当になんか最初に入る前に聞いてた、なんか大学は夏なんか人生の夏休みっていう言葉は本当に絶対になんかこの大学ではありえないなって思うくらいなんかまあみんながどうしてるかはわからないんですけど、私個人的にはなんか本当に勉強で追われてたっていう感じがすごい、本当にただただ大変だったっていう印象があります、うん、でもそれ終わってみればやっぱり自分の力になってたわけでしょ。なってました。なんか今卒論やってるんですけど、なんか調べ物であったりとか、その勉強する習慣みたいなのがやっぱりついていくので、なんか図書館に残ることも苦じゃないし、うん、なんかそれこそ梅村さんとその授業のことでなんかスターバックスとかになんか夜10時とかまでずっといて、うん、なんかここの
なんかもっとこう書きたいんだけどみたいなのを話したりとかすることも結構あって、なんかそういう意味では本当になんかいろいろ習慣もそうだし、その一緒に頑張れる友人だったりとかもいたんで、全然なんか勉強が無駄になったことは一つもないなっていうふうに思います。梅村さんもどうでしたか、勉強はしてたけどね。私は、なんか、大変、量とかは多いし、分野も広いので、大変だと思うんですけど、なんか、それぞれに、そもそもなんか、興味を持とうと思って、もう自分に暗示をかけて、無理やり興味を持ってやって、あの、それぞれ楽しくて、そんなに、全体として大変だったなみたいな感じはあんまりなかったです。素晴らしい。なんか2人ともさ、やりすぎるぐらい調べ物してたからね、いつも。いや、まあ、まあ、なんだ。だけど、まあ、全体的にね、あの、みんな真面目に勉強はしてくれる。それで、あの、なんていうのかな、苦情も出ないんだよね、やらせてもね。みんな若干ブーブー言いながらもうちゃんと取り組んでくれるっていう、そういう空気があって、すごく不思議なのは、不真面目な子が入ってきた時あんまり勉強意欲がなかった子が4年間いると真面目になって出ていくっていうなんか不思議な現象が起こる、場所でもあって、とてもいい、伝統的にね、いい空気があるわけなんだけど、まあ、ただ勉強だけしてたってわけじゃなくて、他のこう大学生ならではのね、例えば梅村さんアルバイトとかもしてたんでしょ？あ、そうですね、普通に学外のではなんかカフェでアルバイトしてたんですけど、学内でも、ウェルネスセンターっていうの、保健室みたいなところでやってる聴覚障害の学生のためにノートをパソコンで打つっていうアルバイトもしてました。お持ちしてます。そう、なんか学内でできるバイトもあって、今のノートテイクっていう、耳が聞こえにくい学生さんも何人かいるんですけども、その子たちのお手伝いをしてあげるっていうボランティアを兼ねた、ボランティアっていうかね、まあ、だからバイト代が出るわけなんだけれどもバイトがあったり、あと図書館もね、スタッフバイトがあったりするので、いろんなバイトを学内でねしてる子もいますよね。木村さんは日文学会に入ってたの？はい、日文学会入ってました。入ってました。入ってました。まあ、日文学会っていうね、学生が、日文の学生が主体となっていろんな企画をしてくれる、そういう、なんだろう、委員会活動？そうですね、なんか委員会に近いかなって思います。そういうのも希望すれば入れるしね、ここまでと違ってやっぱり自分たちで考えていろいろ動かせるっていうところが大学の面白いところでもあると思うんだけれども、まあちょっといろいろまだね話は尽きないところですけれども、時間もあるので最後にじゃあ一言ずつ高校生にメッセージを言ってもらってよろしいですか？考えてなかった？じゃあ梅村さんから。そうですね、私は高校生の時はなんかあんまりなんか何にもやる気がないって言ったらあれなんですけど、学校の先生にも問題児扱いされるぐらいのそういう生徒だったので、なのにそのさっきも藤井先生が言ってたんですけど、先生に入るとなんか周りがみんなすごくいい雰囲気で真面目に物事に取り組む方が多いので、自分もそれに乗っかってというか勉強も頑張れたり、アルバイトも相乗効果で頑張れるようになったり、大学生になってそういう風に自分が変われたことにびっくりしているので、先生にもし来たいって思ってくださってる方がいたら、自分も
そうやって高校時代にちょっと後悔してたこととかも、まあ、一回なんかさらに戻してやり直せるというか、その新しい自分を発見できるかなと思ってるので、ぜひ聖戦に来てほしいなって思います。じゃあ木村さんお願いします。私の場合はその梅村さんと違って、その第一志望の大学でもなかったし、入ってからのやる気を起こすまでに時間がかかった方で、でもやっぱりその周りのみんながすごい真面目だったりとか、なんか普通いなくなっちゃうようななんか授業、なんかちゃんとみんな受けているし、なんか一人もちゃんなんか休むないというか、休みにくいくらい休めないなっていうくらいすごい真面目な子が多くって、そういった意味でその感化されてなんかこう頑張ろうって思えたりする部分もあるし、だからなんか今多分学生の皆さんは多分受験でこうなんか第一志望に受からなきゃとかいろいろなんかすごい切羽詰まってなんかはーってなってると思うんですけど、なんかどの大学行ってもその自分がやりたいことだったりとか興味持ったりとか素敵な教授だったり友人に出会えたりとか自分の行動次第で変わっていくと思うので、なんかどの大学行っても大丈夫と思って、まあ良ければそのもちろん聖戦女子大学に行ってほしいんですけど、そのどこ行っても大丈夫だよっていう心持ちでなんか受験に挑んでもらえればいいかなというふうに思ってます。はい、ありがとうございました。じゃあ、時間になりましたので本当に今日は2人ありがとうございました。じゃあ、高校生の皆さんまた、あ、そうか、入ってきた時にはもうこの2人はいませんけどね卒業してますけど、以上で、在校生の声終わりにしたいと思います。ではさようなら。いかがでしたか？日本語日本文学科の雰囲気伝わったでしょうか？それではこれで学科紹介を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。ご覧いただきありがとうございました。学科での学びや入試についてのご質問などは、大学公式ウェブサイトの問い合わせフォームより受け付けておりますので、ご遠慮なくご連絡ください。